物足りないなと思ったらそれが海だったんですよ。メガネのだるまさんでギエーってなっちゃって、あんまりいつも言わんな耳ないかかっこつけてるかな私。くっちゃべってたら見逃すところだった。サイン本がある。ごきげんよう、メルです。今日も本を読む文学 YouTuber です。はい、というわけで今回のゲストはベルさんです。はじめまして、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、我々今、宇都宮のスペア書店さんに来ております。宇都宮に来てから一番使っている書店なんですよ、実は。そうです、もう引っ越しされてそうなんですからということで、はい、はい。今回の企画の説明になるんですけれども、本屋ついて行っていいですかという企画でして、はい、なんかどっかで聞いたことがある。今からベルさんに1万円お渡しするので、はい、まあ、ベルさんがその1万円で本屋で好きなものを買う様子に同行させていただくという企画になります。はい、いいんですかそんな幸せな企画。いくらでも人のお金で本を買っていいんですかそんな。こちら、はい、1万円になります。はい、あ、リアルな。ずっと持ちながらやるんですか。あ、わかりました、はい、しっかりいただきました。はい、こちらで早速回っていきましょう。行きましょう。はい、ここからもう完全に自由。はい、なんかどうしようかな、どこから見ようかな。あっ、これは熱い、私も大好き、中野京子さん。ちょっとね、ドロドロした感じがね、たまらないんですよね。こう世界史や絵画の中に潜む愛像。私の YouTube の視聴者の人は、もう、あ、中野京子、エルさん、また見てるってなってます。入り口から一気にテンション上がります。うん、そうそうそう。中野さんのこのスペースで多分終わっちゃうかもしれないです。確かに。ちょっと一旦ちょっと行きましょう。はい、目星つけてて、はいはいはい、でそれをスマホに入れてたからちょっとスマホ持参でなんかリアルな感じになってるんですけど、はい、雑誌結構飛ばしちゃいますね私。あ、普段はそんなに、うん、普段はそんなに見ないですね。舞台は栃木県。本当だ。え、なんかせっかくだからマニアックすぎる授業、キャラ爆発の同級生、夢膨らませた青春が入学早々大ピンチ。もともと海のあるところから栃木に来たので、はい、なんか物足りないなと思ったらそれが海だったんですよ。ちょっとこれで海ようかな。海が足りてなかった。海が足りてなかったことに気づいて、あれみたいな。あの山岳物にハマっておりまして。はいはいはい、はい、最近あの上村直美さんの自伝を読みで、ちょっと次に行きたいなと思っていて、はいはいはい、それがねちょっとあるか分かんないんですけど、結構ここ品揃えがいいから、はい、新潮文庫、新潮文庫、新潮文庫の沢木光太郎さん。あ、沢木光太郎さん、はい、マジですか。そうっすよね、深夜特急とかのイメージはありますけど、うん、あ、ないかもしれない、ちょうどない。トーっていう、あー、コールの結構揃ってるんですけどね。あ、なんかあった。そう、深夜特急の方です。ちなみにその今、うん、登山の本とかっていうのは、はい、結構意外だなと思ったんですけど。私も意外なんですけど、はい、遭難を解説する、はいはい、なんか YouTube がおすすめで上がってきて、怖いもの見たさみたいなので最初見てたら、もうそこからすごいハマっちゃって紹介しているまた動画見て、いや本出てんじゃんって思って、もっとあの詳しくというか、その本人が書いてるものとかすごい取材されてるものを読みたいなって思ったんですよね。そっかそっか、じゃあまあこれは一旦フィーリングで選んだ方がいい気がしてきました。これはどういう順番なんだろう、あんまりいつも言わんな耳ないかちょっとカッコつけてるかな私。いやいや、そんなことない。そのカフカもちょっと最近また興味が出ていて、
カフカなんですね。はい、もうめっちゃくちゃネガティブなんですよあの人なんか将来に向けて歩くことはできません、将来に向けてつまずくことならできます、一番うまくできるのは倒れていることですね。ネガティブそれで愛着が湧いちゃって、ちょこちょこのカフカの短編を読んでるんですけどその中でその断食芸人っていうのを読みたくって、あそうだ、変身と断食芸人が一緒になってるやつ、あきさんは何系の本がお好きなんですか？僕は結構早川書房のミステリー、あー SF ですね、 SF が好きで結構読んでる。いや早川は裏切らないですよね、すなんかどれも翻訳もだしミステリーもだし、カフカ短編集、あったあったあった、これだじゃじゃーん、そう変身断食芸人、変身持ってるんですけど、はいはいはい、断食芸人がなかったから、そう520円だからまだまだちびちび買ってるあなんか楽しいな、だってほら講談社学術とかちくまとか中高とかもうなんか全部揃ってますよ棚全部ね、その出版社のやつの、あそう岩波少年文庫の、そうそう児童文学の方行きたくって、小説家の伊吹由紀さんとあの対談させてもらった時に、はい、おすすめの本で出ていたその本を読みたいなって思ってて、またそれもそのままになってたので、ここかな岩波少年、はいはい、楽しい川辺っていう動物たちのお話なんですけど、あるかな、楽しい川辺、あった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 、これこれかわいい、ゆうさんあれですね、本発見した時に声量が4倍くらいのやついつも静かにしなくちゃいけないけど今日は存分にこのテンションでいけるからいつもあったぐらいですはい、ケネス・グレアム作楽しい川辺、はい、モクラたち引き返るたちの田園ファンタジー、癒されたい時に、あとはあの娘がいるのでまだね全然あの読めるような年じゃないんですけど、うん、本棚作っとこうか、なるほど先に先に準備して、実際も買われたい本とかもあったり、ありますあります、あそうなんですか、最近だと何これ買ってるとかあります、あのだるまさんの本はいはいはい一番ね、そうでも最初買った時にだるまさんが怖かったみたいで、メガネのだるまさんでギエーってなっちゃって封印してたんですけど、はい、ちょっと分かるようになって渡したら、もう今はもうやってますからね。まあでも怖いっちゃ怖いかもしれないですね、うん、ちょっとなんかメガネが怖かったみたいで、あとメガネのね人を男性がね苦手なんですよ、やばいっすね、だから青木さんやばい青木さんやばいだるまさんあるこのああメガネの子、うん、そうメガネのちゃんといます、そう いちご大好きなんです、栃木県民としてやっぱり、なるほど、うん、いちごちゃん買おう、買おうというか買っていただこうかお土産で、あ、果物さん、あ、これ中が見れるから、これいいかも、パカってやったら、それ開く、栗さん、野菜さん、え、果物さんとあの野菜さんはいいですか、はい、いちごはあのやめますので、はい、この果物さんと野菜さんのセットがいいかななんてお願いします、今大丈夫ですか、まだ予算、いちごいいですか、大丈夫ですか、いちごは大丈夫です、これ中がまだわからないからちょっと一旦いちごは、SF とかは読まれたりするんですか、いやそれが私 SF 全然読まなくって、なんかもう難しいですSF の魅力は、 SF の魅力ですか、うん、こう本当に設定のぶっ飛び具合というか、そんなことなんのっていうのが、そこは多分もう
自分では考えつかない世界ですもんね。そうなんですね。最近のおすすめありますか？せっかくだから青木さんおすすめの感動系とかと合わさってる SF みたいな、はいはいはい、なるほど、わかりました、思いついた。カート・ボネガット・ジュニアさんっていう、タイタンの幼女とかがすごい、うわ、なんか映画っぽいな、ちょっとその昔の。え、でも2009年か。あの、いや、かなり昔の作品なんですけど、結構今の映画作品とかでもなんかこの小説に影響されてたりとかして、あの SF なんだけどこう一貫して人間の運命みたいなところを書かれてる。あ、かもしれない。あ、シニカルかつユーモラスな感動作。そうです、詰め込んでますねこれシリーズとかではないですか？あ、もうこれで。あ、これで。え、じゃあ私こちらせっかくだから挑戦しよう。恐ろしいな、ベルさんにおすすめする大丈夫かなそうですね、なんか人生つまんねえなって思ってたら、うん、読むといいかなっていう。おお、でもつまんなくない。あ、しまった余計な一言いい本屋大賞、本屋大賞これですよね。多分ね、出てる頃にはもう最初分かってるのかもしれないけど、はいはい、私まさにここでこの君のクイズ買いましたから、はい、お母さんの。これちなみに今撮影の時点ではまだ本屋大賞発表されてないんですけど、うん、ないです、はい、やっぱこれがやっぱ大本命だっていうのは噂で聞いているので、うんうんうん、はい、まあ、行くんじゃないかっていう。硬いんじゃないか、はい、硬いんじゃないかと。なるほど。ちょっと本屋大賞も今君のクイズがあるだけなので、うんうん、ちょっと一冊ほどやっぱり取りそうな大賞はなんか読んで紹介しようかなって思うんですよ。なるほど。そこは乗っとかないと、うんうん、このお祭りには受賞する前からなんか戦いが始まる、うんうん、サインもあります。あ、私これ以上くっちゃべってたら見逃すところだった。これサイン本がある。くっちゃべってた危ない、危ない。あ、こちらお願いします。はい、はい、サイン本をいただきます。あ、サインがある。あ、なるほど、ここバッチリ、うん、サインお、え、石。あ、これ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 、ありました、ありましたこれこれこれです。はいはいはい、池田松、芥川賞受賞作です、うん、糸山明子さんのが未読の作家さんで、それで何か読みたいなと思っていて、なんか仕事を頑張ってる女性とかにすごい響くみたいなので、こちらでお願いします。沖出松、沖出松、町田光さんの告白。最近はその有名な作家さんというか、人気のある作家さん その代表作とか、これぞみたいなものを読むターンにしようかなっていう気持ちにもなっていて。なるほど。あ、これこれこれです。これ分厚い。だってこれあれだ、文庫だけど1143円、800ページぐらいあるらしい。800ページ以上あります。人はなぜ人を殺すのかっていう、結構テーマとしてね、一回は考えるような永遠のテーマ。それ、はい、なんですか、そこ惹かれた理由っていうのはどういった経緯なんですか？これは、あの、まず町田光さんっていう、まあ、名前は、まあ、聞くっていうのももちろんね、あの有名な作家さんなんですけど、まあ、読んだことないなと、うん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 、何か読みたいってなった時にやっぱこれぞっていうのを、うん、読んでみたくて、中でも告白は、うん、まあ、傑作っていうことを聞いていたので、はい、うん、あとやっぱテーマも気になります、この、うん、なのでこちらお願いします。はい、はい、あの、超えたら、あの、自腹にしますので本当ですか？はい、入れていただきたい、ぜひとも。ギリギリ大丈夫。本当にぴったし1万13円。いや、これは、え、13円払えばこれ成立します企画それともピッ以内じゃないとまずい。
いや、あのこういった分は自腹で出していただければ。あ、わかりました。え、じゃあ13円でいいですか。もちろん支払いいたしますので。ありがとうございます、はいはい、こちらでお願いします。はい、はい、じゃあいただいた1万円で、はい、1万とこんなリアルな感じでね13円分だけ、はい、ましたっていう感じで。ありがとうございます、はい、ゲットやっぱりそれは。あ、それこちらこれか。あの、まあ、時期的なものがあるっていうのも、はいはい、あ、せっかくだから開けてみます。サイン本なんで。確かにちょっとサインが気になります、ね、じゃあちょっと。おお、かっこいい。あ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。金と銀でほらイラストまで。え、こういう感じなんですね。すごい、めちゃくちゃいいですね。これしおりもついてました。あらこれは素敵ですね。この書影とねマッチしたこのサインで、猫ちゃんが嬉しい。じゃ読み始めちゃいそうなんでちょっと一回戻します。やっぱりこれじゃないですか青木さんチョイスのタイタンの幼女、私のSF にハマるかどうかのすごい叩かれるかもしれない。そうなんでも進めてる裏の YouTube でなんか勧められたんですけど逆にそれはそれでまた企画やりましょう実際読んでみてどうだったのかっていう怖すぎる。宮大将取ったら多分しますねなるほどまあ読んでみなきゃわかんないけど、町田さんの代表作は読んでみて、で、ね、800ページ以上あるからだから気になってても多分、うんうん、あのなかなか手出せないって人いると思うんですよ、うんうんうん、だからなんか私が読んでみてすごい良かったらなんかそれをなんか語ってみるのもいいのかなと思っています、うんうんうん、読んだらこれは紹介すると思いますよいや時間足りませんねまあお金も足りないけど時間も足りないけどっていう感じですね。フロアが広くって、うん、子ども専用のブースがあったり、あともう本のラインナップも、まあ、これだけ一つの出版社で一つの棚占領できることなかなかないよなっていう部分も埋まっていたので、まあ、読書好きにはたまらんなっていう、うん、場所だったなと思います。はい、他にこの人出たら動画見たいなとかっていう人いますか。例えば、はい、羽田圭介さん。おなるほど、はい、何度かあの動画とかあの企画でご一緒させていただいていて、見せたくない人もいるじゃないですか。そうだから本を買うは絶妙なラインじゃないですかこれが欲しいですっていうのはなんか見てみたいし、ちょっとぶっ飛び発言も見てみたいなっていう好奇心があります。はい、なるほど。羽田さんにはベルさんがぜひ見たいと言っていたと、ね、言ってください、はい、ぜひ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 、はい、というわけで、今回はですね、文学 YouTuber のベルさんに登場いただき、一緒に本屋の方を回らせていただきました。はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、はい、ごきげんよう